た一人の毎日を悲しみとか寂しさとかで名付けてしまいたくはない。欅並木の若葉から僕の愛したあの人のルージュの香りが漏れてくる。いつかもいつかもこんな道で出会って、そして手放して手に取るもの、目に映るものの全てがなぜか愛おしい。僕が愛したこの街にいつか戻ってくる時も眩しい若葉の頃だろうか。いつかもいつかもこんな道で出会って、そして手放して